はい、お忙しいところ誠に申し訳ありません。それではですね、途中でですね、松島町の文化財施設等の管理事務所の山本所長さんにですね、ちょっとお話を伺いたいと思うんですけども、お願いします。よろしくお願いします。今回ね、このライトアップされまして、お気持ちとするとどうですか？率直なところでどうでしょう？そうですね、はい、松代地域がこれだけこう元気に、はい、皆さんが集ってね、はい、お祭りができるというのは非常にありがたいことだし、はい、この地域にある文化財、こちらの方をぜひ皆さんでね、はい、活用して元気にしていただければと思います。わかりました、ありがとうございます。所長さんはおいでになったの今年でしたね。この4月からこちらにお世話になっております。そうですよね、はい、こちらは松代においでになってどうですか？こういうことをイベントをされてて、お気持ちとすれば。そうですね、皆さんとてもまとまりが良いと言いますかね、本当くっつきやすいお人柄の人ばっかりで、こういった活動ができるっていうのは羨ましいですね。はい、でこの特にね、今日はライトアップなんですけども、どうですか、その文化財をですねライトアップするっていうのはどうですか？ぜひですね、多くの人に文化財見ていただいたり、知っていただきたいんで、はい、いい PR というか、はい、そういった形になると思ってます。はい、まあね、この時間もあまりないんですけれども、そうですね、松代町の皆さん、そして、まあ、このテレビをですねご覧の皆様に何か一言ございますか？そうですね、ご承知の通り、長野市でもそのこれだけまとまった文化財があるところというのは、はい、本当に松代だけです。ですから地域の方は本当に胸を張ってですね、はい、この文化財を、はい、日本中にこう知らしめるように活動していただければと思います。はい、私たちも一緒にそういった方に頑張りたいと思っております。はいはい、ありがとうございます。今日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。